皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、9月9日、13時11分なんですけども、ウィキペディアの情報についてなんですけども、配偶者のところも今まで変わった例はあります。それを私の方で目撃しています。例えば関西の読売テレビに所属しているかいたかの虎谷敦子というアナウンサーなんですが、まあ3回結婚したことになっていました。で、ウィキペディアっていうものが、一応私も自分のものが一時できた時があったんですよ。だからそれは一体どういうことなのかよくわからないんですけども、文章の書き方とか全員綺麗でしょう。で、全員ああいう風に文章書けるのかなっていう疑問はあるんですよね。で、コンピューターが AI でそう稼働させているのか、人間の話をしている、その話の内容をね、聞いて、作っているのか、ちょっとその辺のとこ、それともウィキペディアを作る部署があるのか、まあ私の方でもちょっとそれ、はっきり言ってよくわからないんです。で、まあもうこの手の話になったら、その今まで何があったかの人たちのその情報について、まあ知らなければならないんですけども、まあ、ちょっと前までの映像でね、その、子供の頃にあったことがある、うがなすみだとか、そういったこともあって、土曜は何するっていう番組を、見ていて気づくんですけども、だいぶ前に出演されてた方たちの映像とかが、現場にね、デヴィ夫人と買い物行ったりしてる人たち。で、かたや、19時以降とかの、いわゆるゴールデンタイムと呼ばれる番組で、まあ、出てこられてるデヴィ夫人はもうガリガリであると。そのご年齢を考えたらね、そうだろうなと。で、以前の VTR を使っているだけなのか、そもそもスタジオにいる、山里亮太という人ですかね。その人たちのその番組そのものがもうまるまる再放送なのかなと思うことも正直あります。で、じゃあ関西の方の、まあそこまで一定委員会は一応ずっと目を通しているので、まるまる再放送というわけではないとは思うんですけど、たまにそうなんじゃないかなと思われる時もやっぱりあります。これ事実として。で、この時期はこれをしていれば良いだとか、そういう風な内容になっていて、そのまま放送しているのかどうか、ちょっとね、カジノの件に関しても、私の方、YouTube の方で、大阪カジノについてというものがあるんですけども、まあ、オリックスが 40% 出資、海外の、カジノ企業は 40% 出資なんですけども、まあ、三井住友からの借り入れですね、オリックスの方。5000億円以上です。で、来場客数が年間2000万人を見込んでいて、純利益が700何十億みたいな形のものすごくいい加減な計算してるんですけども、最初に言っておきますね。アメリカにたくさんカジノを作った後で、アメリカのラスベガスですら赤字なんです。ね。フィリピンももうカジノを作ってしまった方なんです。だいぶ前に。もう何十年も前だと思いますよ。韓国もです。カジノを作ってしまった方です。中国も香港の近くにマカオっていうところがありますよね。そこにカジノありましたよね。もうみんなカジノ作ってめちゃくちゃなってるんです。
巨大なパチンコ屋さんみたいなもん。2000万人も来ると思います。自分の国にあるのに。その時点で正常な判断ができなくなっている人たちが、その IR 法を利用してカジノという文言を、安倍政権の時になぜそのあたりで全員歯止めを聞かせられなかったのかという不思議さはありますね。だからテレビを見ていて、だからテレビ出演者の人たちの言葉ばかりを優先して、河合圭介の言葉を優先してくれなかったっていう分、だから僕も途中からあんまりいろいろ言われたら、投げやりになってしまいますから。トータルで1兆何千億円使われるんですよ。それね、取り返そうと思ったら、また雇用者数がね、1万5000人を見込むとか、そういう形なんですけど、無理ですよ、1万5000万人の雇用なんか、1人の労働時間を1月180時間ぐらいで見ると。それは、淡路花博とかでも十二分に経験しましたし、花見に海外からお客さんなんか来るわけないでしょ。あなた行きます？他国へ花見に。無理でしょ。まず家のローン先に返したり、自分の年金先にかけておく方でしょ。所得税の控除として適用できるじゃないですか。あんまりそもそも海外旅行者数が増えるのは好ましくないんですよ。どこの国もエネルギーの残存量問題がありますからね。ちょっとね、僕もこの社会全体について、まず嘘を言わないこと、正しい情報をお伝えすることで、どうなるかはもうある程度の証言が出てきた以上、もう嘘の架空の計算はやめること。東京オリンピックで皆さん分かったでしょ。税金9600億円以上使われてね、でテレビに出てる人たちとかの稼ぎになっただけで、我々は搾取されてましたよっていうことになるんですよ。それで消費税上がったようなものの部分もありますからね。5% から 10% に上げる時のタイミングを覚えていらっしゃいます？水面下で東京オリンピックの誘致はいつ決まって、で消費税がいつ上がったか、これを見てもらったら分かります。だいぶ前なんですよ。東京オリンピックの前の大会のその前の頃ぐらいに東京オリンピックは決まってるんですけども、もっと言うと2006年の東京都政六法で、もうその頃の議員さんが今何人生きてるか分かりませんよ。もしかしたら全員もこの世にいないかもしれない。2006年の東京都議会の条例でオリンピックに関する基金を集める条例が出来上がってるんですよ。じゃあその当時その話を受け入れた国会はどうなんだったのかとか、まあそういう話になるんですよね。ウィキペディアの配偶者のところがもし嘘だったとするのであれば、まあだからその間違った内容を、そのトライアツコは違うと思うんですよ。3回も結婚しなかったと思うし、で情報はまた元に戻ってるでしょう。でその時のウィキペディアをいちいち写真に収めて証拠として収めておくっていう、そういう行動って手に余るんですよね。だからウィキペディアぐらい全員本当のこと言いましょうよとか、そういう話になるんですよ。だから最近のニュースで麻生太郎さんが歩いてるところの映像を見ましたけども、まあ80歳ぐらいじゃないですか、今ご年齢がね。やっぱりもう、まあ、言葉悪いですけども、もうヨボヨボですね。まあ、今年の2023年8月に YouTube にアップロードされた、もしくは最近アップロードされたもの、その対談なんですけども、防衛省の方との、
で、富野さんとの会談内容なんですけども、やっぱり歩いてくるとき、富野さんもう腰曲がってるんですよね。まあ年齢が80歳ぐらいですから、喋ってる言葉はある程度、ハキハキはしてるんですけども。だから宮崎駿さんもそうですよし、宮崎駿監督です。風の谷とか、天空の城ラピュタとかね。だから実際の今の映像で、その宮崎駿さんのリアルな姿、現実、リアルって現実なんですよ。その要するに今の時間軸っていうことですね。を見なかったら、会って話できる状態なのかな、どうかなっていう部分がありますね。だからスタジオジブリからの方でしたら、高年齢層の方ですけども、もうあと庵野さんぐらい。やっぱりあれだけ足元おぼつかないような状態で、腰の曲がってる状態の富野さんに来てくれっていう方が無理でしょうし、まあお会いして話はしたいですけどね。そのガンダムナラティブとか、ああいったものを私の方からの提案で作っていただきましたが、その頃も役員からは降りてらっしゃった可能性の方が高いと思うんですけども、ここ5、6年ぐらい前ですかね。まあ先行の朝よりも私からの提案で作っていただいてますんで、まあ続編があるのかどうか、というところですね。まあちょっとウィキペディアの、情報から離れましたけども、まあウィキペディアの情報も一体何を信じたらいいのかっていう部分等もあって、まあ2019年テレビ朝日に宇賀なつみに会いに行ったんですよ。で、話をしたかった。どういうことになっているのかっていうところで、会社辿ってもらって、本当に淡井圭介と結婚話をした人間で、本当に結婚した人とそうじゃない人で、で、まあ、やっぱり会社が動いてもらってね、僕の嫁さん探しをしてもらわなかったら、まあ、これも可能性薄いっていうこと僕は分かってますよ。46歳ですからね。で、まあ、一応会うっていう意味で言ってた石川綾子さん、バイオリンのね。で、あと、なんとか、これもね、見たときは、これね、いつも言うとき、その二人の名前がごちゃごちゃなって、もう家の前からね、あやこ亭ってなんか看板が出てる一軒家があるんですけども、そこも謎なんですよ。その一瞬、三日月とかが売れたときに、歌手のね、あやかというものがいたんですけども、皇室の方で、何宮家だったかな、ちょっともう覚えてないんですけども、あやこっていう方もいらっしゃったんですよ。だからそのあやこ亭の意味からして謎ですし、まあこの辺りね、家を購入したはいいですけども、ローンの返済ができなくて売却されてる家って結構あるんですよ。特に駐車場がついてしまった家ですね。その駐車場があるがゆえに車に手を出してしまって、車もね、任意保険とか自賠責保険とか重量税がかかるでしょう。あ、ちょっと話がそれ過ぎましたので、ね、もうちょっと話、ウィキペディアの内容だけに一旦戻してもこれぐらいにしておきますね。ウィキペディアの内容は変わるにということで、配偶者のところも何回も変わってる人たちの例見てますんでね。まあ、アナウンサーの人はそうでしょうし、多分浜崎あゆみ、まあ、高島彩もね、出身地、出身地かな、出生地かな、どちらかが神奈川県だったんですよ、一時期。だからもう何が何やろ、わからないですね。だからもうみんな、本当のことだけ、しっかり言おうと。で、どちらが本当のことだったかわからないんですよ。最初は東京都出身とか出生地とかにしていて、途中から神奈川県にして、それを元に戻したのか。もう早くテレビ局を合併した方がいいですね。もう手に負えるような状況じゃないです。以上です。